どうも、すべて反応です。どうも、すべて反応です。どうも、すべて反応です。ぬいりんです。今回はですね、まあ、大学1年生の新入生の特に男性諸君にも持ってきた企画なんですけども、大学生になってまず学ばなければいけないことなんでしょうか。キム君、履修登録の仕方でございます。あー、私もそれ大事言おうと思ってました。伝言君、何が大事ですか。新しい出会いとか結構あるんじゃないですか。友達作るとか。そう、友達、特に異性の友達の作り方これを今回はですね、私たちがご教授差し上げたいということなんですけども、今回の企画はですね、外出自粛中の一般女子大生は普段何してんの？よっ、イエーイ。まあまあ、でございます。どの女の子を履修登録するかって大事ですからね、実際そうですね、大事ですからね。まあまあまあ、経験者は一択なんですけども、はい、まあ、今回は極めて一般的な女子大生ぬいりんさんをご用意いたしました。いや極めて一般的じゃないな、ここまで落ちれないほど落ちたね、女子大生というわけで、今回はですね、ぬいりんさんに普段と同じような生活を、まあ、送っていただいて、まあ、問題にしてきましたので、これを見てですね、まあ、男子大学生の皆さんは、まあ、女の子について学んでくれればなと思います。というわけで、メガイドパスボールズ後半ということで、今から出す問題は音だけ出します、はい、私が。ほほー、なるほど。なので、な音を聞いて私が何をしているか当ててみてください。それではどうぞ、いきます。はい、第1問、はい、はい、ちょっと待って怖い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 んやけど、お前。いや、でもこれやと思うけどな。てか、あの、花尾が書いてる時間長すぎて、金柱並びに公家書ファットぐらいの長さ書いてるんじゃないかいや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 、ちょっと2パターンぐらい用意しました。2パターン用意するのあり。ちょっと待って、じゃあ僕からやってみましょうか。これしか逆に思いつかなかった。爪切り。ああ、これ爪切り。なるほど、これしか思いつかなかった俺。じゃあ次、キムさんいきます。はい、僕はですね、自粛中ってとこがポイントですね。ということで、僕の回答がこちら。一人でしっぺをして遊んでる。そんなこと、ちょっと待って、出す。そういう回答は完全にあのボケやない、あーって共感してくれた。キム、それはマジで絶対違う。お前、そうなんですか。でも俺はもうちょっと意味あることを書いたわ。あ、そうなんですね。ご飯回答はうん、こうなって、ちょっと待って、何してんの、何お前普通にパンイチなるやん。見て、これシェイプアップ、パチーンパチーン、だからか、だからかよ、だから時間長かったんか、お前。じゃあ、ナイさん、回答お願いします。はい、お願いします。正解は、じゃん、爪切りでした。え、爪切り正解やん。うわ、すげえ、やったよ。いや、おめでとうございます。やったよ。もう俺、花尾のやつがマジで正解やったら、ほんまに俺ギアチェンジする予定やったから、ほんまに服着替えるまでやったもん、ほんまに。私の生活なんやと思ってるんですか、それ。ちなみにもう一通り書いてたってことだけど、僕は化粧水からじゃ。いいですか、それでは次の問題です。聞こう。ガリガリしてる。何これ。むずいや、最初のはちょっとなんかノイズなのか、出題されてるのかがわからなかった。いや、そのパリパリとした乾いた音。あ、わかった、俺それわかった俺。マジで全くわからないでもさ、ノイリンのカメラが拾ってる音と俺らが聞いてる音って結構違うと思うよな、実際な。それだけは言いたい。え、なに、もう終わった？まだやってます。え、なんなら今ちょっと音出てますよ。なんか鳴ってるなんか、だから言うたらパリパリしてわーって感じうん、そういうことやな。もう今のところ音は終わりました。キムさんから言ってみます。
僕の回答はですね、こちらです。ゴッソです。おーあーなるほど、近い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 。最初の音がもう鼻毛が抜けてる音で、次のが鼻息です。乾いた音やった。悪いけどそれ違うわ。悪いけど、じゃあ花さん言った、花さん言ったってんじゃん。いきますわ。ノエリンがやってたのは、はい、これです。でね、幼虫検査です。なだってさ、こうさ、こう見て、キリッターみたいなのある、キリッターみたいなさ、肛門に来てるでしょ。パリ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 って言ってたわけ。で、その後、ふわーってなんかあったよ、うん、肛門当てました、見ます。あ、またついてたわ、うんちみたいな。はーっていう、はーっていう、ため息、ため息。いや、よくそれお前回答で出そうと思ったの、お前それ。で、俺はそれで、これプチプチシートパチパチして、スイッチを開封して電源を入れているっていう状態。これをこのためにザーって音がテレビついた時のなんか変な音みたいな、わかる、砂嵐みたいな感じですか。そう、砂嵐よ、砂嵐。正解は、はい、カップラーメンを作るでした。うわー、なんであの最初のプチプチみたいな音は何あれ。プチプチはほんまにほんまにチャーシューの袋をこれ開けようとしたらこの音です。かやくこれ行虫かやく行虫のいいやつと一緒やから。行虫これ行虫の素材と一緒、そのチャーシュー。いやいや、でもさ、その後なんかふごーっていう音なんなの。これ何やった、これお湯沸かしてる音じゃないかな。あーじゃあ何、誰正解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 、正解決めなきゃいけない。近そうやったの誰、近そうやったの誰。ちなみになんかプラスチックとかそういう点では結構花尾さん近いんですよね。プラスチックでチャージ入ってます。これこれちょっとあの幼虫検査の色と似てるっていう。似てるやろ、ほらほら似てる。じゃあ早速音出していきます。なんかシャカシャカしてるね、パサパサしてる。はい、じゃあ行きます。わー、なんかちょっと怖くなってきたな。怖い、うわちょっと怖いな、これ。うわどうしよう、これ。うわビビりますね、これ。分かってしまった。ちょっと、もう一発音欲しい、音欲しい。うわー、じゃあ、言っていいですか。ちょっと、私、うるさくなります。いいですか。はい、はい、せーの、あーどういうこと。それもう、全然生活音じゃないやん、それもう。え、これ何、いや、何分かってしまった、もう。もう分かってしまった。お、これね、完了です。どういうこと。音ほぼなかったんやけど、マジでパサパサと怖いしかヒントないんやけど。じゃあ僕からいきますから、今回は。はい、これです。花火を炒めてフライパンで炒めて火が出る火が出る火が出るか検証するっていうのは。それちょっと俺思ってんな、ちょっと俺思ってんな。花尾の過去動画。パリパリしてたのは花火を開封する音で、フライパンに乗せて、はい、怖い怖いって言いながら火をつけてたっていう。いや、あるな、それでも。いやじゃあ僕言っていいですか。あ、いいですよ、いいですよ、はい、僕の回答はこちら、デレン。ねるねるねるねを洗剤に混ぜて混ぜるなのに怖いって言ってる。いやでも、ねるねるねるねの瞬間あったよ、俺も。いや、ねる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 ね一回撮ってんの、俺は。ねるねるねる。キムは、はい、いや、めっちゃこれ自信ありますよ。僕らですね、これです。だって絶対ピアス開けました。あー、なるほど。なるほど、なるほど、てかすごいけどな、はい、そこでやったそれ、はい、開けるの怖いから怖いって言って開けて、痛いからあーって言ったんですよ。あじゃあ正解発表してもいいですか。はい、はい、お願いします。正解はピアス開けました。マジで、We'll be right back.
マジでマジかよ YouTuber だなって思ってたのノエル今までで一番すごいと思う。マジで。しかもそれを当てたやつがいるのがやばい。そう、当てたやつがいるのが。でもずっとなんかキャスとかで開けたいみたいなこと言ってて、うん、私ピロマルさんとかにも相談して。いやでもこれさ、確かにこれマジで JD やと思う。これほんまに JD やもん。確かにこれが JD や。ということで、はい、今回の女子大王は、あ、優勝はカメラ回って頑張った私ですね。こればっかりは、まあ、それでええよ、それでええよ、それでいいです。